いて、ザエイト最近起きた爆発現象の光エコーの南 X 線画像イベントホライズンテレスコープは、地球上にある電波望遠鏡を超長期線電波干渉法を用いて結合させ、銀河の中心にある巨大ブラックホールの姿を捉えるプロジェクトである。直訳で事象の地平線望遠鏡とも表記される。観測対象は地球を含む 天の川銀河の中心にある、いて、ザエート巨大ライン銀河 M87 の中心にある、超巨大、ブラックホールであり、これを、撮影可能な解像度を有している。現在、米国のマサチューセッツ工科大学のシェパード・ドールマンが、プロジェクトディレクター、アリゾナ大学のディミトリス・サルティスが、プロジェクトサイエンティスト、オランダのライデン大学のレモ・ティラヌスが、プロジェクトマネージャーを務めている。 S, S は世界中の複数の電波望遠鏡を結合させることで非常に高い感度と解像度を実現している。超長期線電波干渉法を用いることで何千キロメートルも離れたところにある電波望遠鏡を結びつけて地球と同じサイズの光景を持つ仮想的な電波望遠鏡を構成することができる。S の実現のためにはサブミリ波での両変化観測可能な受信機、 230から 450GHz の周波数帯で VLBI を実現できる高安定な基準周波数信号、高帯域な VLBI バックエンドとデータ、保存装置の開発とサブミリ波 VLBI 観測が可能な天文台での試験観測が必要であった。2006年に最初のデータを取得して以来、S は徐々に参加する望遠鏡の数を増加させていった。 天の川銀河中心に歩いて座 A の画像を取得するための初めての観測は2017年4月に実施されたが S に参加する南極展望遠鏡の冬季閉鎖によりデータの輸送と処理が2017年12月にずれ込んだ超巨大ブラックホールの画像が撮影されればアルバート・アインシュタインが提唱した一般相対性理論の検証が可能である S, S の観測で取得されたデータはハードディスクドライブに保存され飛行機で各望遠鏡からマサチューセッツ工科大学兵士タック観測所天文台とドイツのマックスプランク電波天文学研究所に運ばれ40ギガビット S のネットワークで結合された800個の CPU を要するグリッドコンピューターで処理される S が世界で初めて撮影に成功した ブラックホールの自称の地平線研究成果は2019年4月10日13時からアメリカ合衆国のほか、日本、ベルギー、チリ、中国、台湾で同時に記者会見が開かれ人類史上初のブラックホールの直接撮影である M87 中心の巨大ブラックホールの撮像が公開されたこの観測により超大質量 ブラックホールの地上の地平面の周囲に存在する高子球の存在とそれが作るブラックホールシャドウが直接確認された。ブラックホールシャドウのサイズは1000億キロメートル、地上の地平面の直径は400億キロメートルと見積もられている。この撮影にはアルマ天文台を中核とする南北アメリカ大陸とスペイン、ハワイにある望遠鏡7台が使われた。S と、 グローバルミリ波、ハ、v l b i r s の VLBI 装置図。遠く離れたアンテナには、それぞれ非常に精密な原子時計が搭載されている。アンテナで集められたアナログ信号は、デジタル信号に変換され、原子時計から供給された、精密な時刻信号とともにハードディスクドライブに保存される。ハードディスクドライブは、その後、送還機のあるところまで輸送され、同期処理される。 各地から持ち寄られたデータをもとに、天文画像が合成される。2019年現在、S 評議会に代表者を出している機関は、以下の13機関。その他、S コラボレーションに個人として参加している研究者を、含めると、76機関、206名が参加している。S に貢献している機関、望遠鏡は、以下の通りである。 ありがとうございます。